ホーム北九州は何人か新加入の選手がおりまして、はい、白だったと思うので、そうでしたね、なんか新鮮ですね。はい、さあ遠目からのシュートですが、これはディフェンスのブロックがありですね、はい、やはりあの北九州の方としては序盤に点数を取られてしまうと難しいゲームになってしまうので、うん、なるほど、ここは避けたいですよね、失点は。ギター、右サイドの1対1得意なゾーンです。またを通そうかというピボアテ、こう回復した状態で出れるっていうメリットがあるんですけど、なるほど、デメリットも実は、これが決まりました。おーラッソー、ボルクバレット北九州先制ゴール、決めたのは99番の樋口。いや渡辺さん来ました、樋口のゴール、これは面白い展開になりましたね。はい、でもシュート素晴らしい、はい、あ今出ますね、右からのキックインでした、クリスチャン・チャオがゴール前に入れて、こぼれ球です ね、ただよく決め切りましたね。そう、どこからこう変えていけばいいとかってありますかね、ご覧になってて。名古屋は、はい、劣勢とはいえ、はい、とはいえ、あの攻撃でこういったシュートシーンっていうのは、はい、作れてるので、別にやり続けるっていうことだと思いますね。次の2点目を取られてしまうと少し苦しくなって、作りながら、はい、こうゴールを目指していくっていうのがいいのかな、うん、名古屋なので、はい、本当に1点2点は全然返せるって思ってると思いますね、うん、なるほど。ということはこれ逆に早く追いつこうではなくても、はい、こう第1ピリオド終了までの残り時間で、はい、まあ、1点2点ずつでも取っていければいいよぐらいの、はい、こう心の持ちようでいた方がいいかもしれない。そうですね、そういう風に思ってますし、はい、全然その後半もあるので、はいはい、おお、いや決まりました、ゴール、いや一瞬の出来事でした、いやうまかったですね、今のボレーシュート、9番のスパウットトゥインクランの今季初ゴール決まって、名古屋オーシャンズ同点。いや渡辺さんのコメントでですね、はい、タイムアウト後の名古屋は怖いですけども、はい、この方のコメント大的中でございますね。本当ですね、もうリズムを変える意味でのタイムアウトでもあったかもしれないですね、はい、いやーこれがあのスパウットのセットプレーっていうのはノーマークだったかもしれないですね。昨シーズン決めてないが高くなるんじゃないかなと思いますね。うーん、いやー遠目からの、あーやはりそうですね、赤く光ってます、はい、平田のこの角度のキックイン、去年の北九州戦ペピータここから決めてますが、落として今はあのあたりっていうのは今はセンターサークルの相手陣内の頭くらいとかですかね、はい、さあこれは、うん、セットプレーから、ね、樋口が今日選手によってはジンクスを大事にする選手いますからね、はい、うん、あそうなんですね、はい、うん、ファイのシュートですが、これはカズです。よくねあのピッチに入るときは必ず右足からとか、ね、ありますね、ありますね、はいはい、渡辺さんも何か現役時代ありましたか。僕あるんですよ。確かにかなり早い時間にファイファールになったんですが、その後はうまく、あーこれはボレーシュート、右ポスト、本当に、はい、まあ、ボレーの名手として一つ言いたいんですけど、はいはいはい、どういった形で来るのか、前ドンチのシュート、こぼれ球クリスチャンチャオ、しかし星龍太がしっかりブロック、田村健人選手からの情報なんですが、はい、シュートが来たか、こぼれた、樋口のシュートでしょう、出身の選手なんですよね、はい、なのでアルゼンチンは母国語がスペイン語なので、はい、ここマイナス、ね、シュート来る球を叩く、いやー今はスパウトからだったんです、通すシュート良かったんですけどね、はい、よく抑えて、はい、これもボレー気味のボレー気味です、ね、シュートでした。吉川智樹がボールを持ってここは縦に一つ運んで、もう一個運んで左シュート、ただ鈴木をこの下げ方といいますか、はい、変更の仕方、まあ、この辺の指示も細かく馬場監督精度の高いボール蹴りますからね、うん、遠目からのシュート、コースが変わり、そうですね、第1ピリオド終盤であります。さあ吉川がまた左サイドから中に入っていくシュート、いや本当そうですね、ここで無駄のない運び、調子よ、はい、さあペピータから左サイド、さあ中に入ってきて右足を振っていく、鈴木のセーブしっかり抑えてます思いますね、はい、さあ飛びからいいシュートですが関口ワン、いやーゴール前、キックインから今はうまく多いですからね、はい、あチャンス、落としからの吉川のゴール、いやー素晴らしいですね、綺麗な完璧なピボ当てですね、はい、星翔太選手の落としも素晴らしかったですし、吉川選手のシュートもおそらく
脇の下ですかね、ゴレイロの脇の下を抜いて、はい、ゴレイロの折った足の上、そうですね、このちょっと浮かしたっていうのがポイントですね。おそらく下だったら、さあ遠目からのフリーキックですが、ただ強烈なシュートあります。アルトゥール、壁の選手の、はい、今のこれでいくと左肩もね、本当にそこ通るのっていうところを通してきたりしますからね、はい、アルトゥール選手は。いや壁立つの嫌だろうなってコメントもいただいてますけどもね。名古屋のゴールクリアランス、関口が非常にモーションの小さいクイックなスローで前線を収めてから相手のライン下げさせて、スパウト選手調子良さそうですね。キープとかもやっぱりね、スローも正確なので、そうなんですよね、こうピシッとね、いいボール入ってくるんですよね。ザ・バエドンチのシュー、ティアセルナン、はい、大阪から新加入ですが、この左足、今季のこの帰宅、分かったですね、はい、さあ縦に来てここはチャンスになるぞ、ではチャンス、走ってる時の疲労感ってやっぱ全然違いますから、ね、はい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 、相手主導し、はい、またセットプレーとかでも本当にいいボールを出してくれるので、はい、本当に一人いると全然違いますよ、ね、うわー、ベピータの強烈しましたけど、はいはい、まあ、決して体が大きいわけではありません、はい、チャンスですね。平田の反転からの左足ですが、入ったように見えましたけど、ね、はい、見事な、ね、切り返しから集まりますけど、はい、その選手たちにこう気持ちよくプレーさせることができると、ゴールだ、ゴール、このシーン先ほど、いやこれよく、ただ関口も抑えましたね、そうですね、プレーの、さあ安藤の得意のボレーシュート、このなくなってしまいますからね、まあ、第2ピリオドはファールも北九州ここまで2つで来ているので、はい、まあ、そのあたりもそこまで、さあただペピータが、おお、いや今ダブルタッチでシュート打ちましたね、はい、はい、私初めてです、この実況でゴールシーンであーっと言ってしまいましたペピータのゴール、いや今だいぶテクニカルなことが特徴なので、はい、うまかったですねこれ、トトンという、はい、ループ打つのかなと思ったんですけど、はい、いやダブルタッチような形で右足で利き足と逆